はい、時刻は9時30分を回りましたね。嘘のような本当のはということでね、もう嘘みたいなお話、先週もびっしりお届けできたかと思っておりますが、はい、今日ね、今日もパーソナリティはドイヒデトがお届けしております。はい、ドクター水素ボトルの、北条さんもおはようございます。はい、おはようございます。はい、なんとなんと、もう一方はで、実際は2人なんですけど、先週に引き続き、はい、宮子さんね、モデル、テレビコマーシャルなどで大活躍中の宮子さんお迎えしてます。おはようございます。はい、おはようございます。先週なんかこうね、本当に本当にね、はい、嘘みたいな、はい、素晴らしい出会いの人生を、はい、送って来られたな、はい、宮子さんってもう本当感心してお話伺ってたんですけど、はいはい、どうですか、ズバリ40歳なんですって。あ、そうなんですよ、実はこれね、どうするんですか、だって20代って言えないからね。はい、そうですね、何も年齢は公に日本の場合はね、なかなかしないので、はい、40だっていうと、ほーっていう声がよく言っていただくこと多いですね、そういえば。いや、本当ね、なんていうんでしょう、誰も信じないと思うんですよ、本当に。嘘になります。はい。なんで、童顔なところもこうしてね、私、皆さん、ね、お聞きの皆さんにはちょっと見えなくて申し訳ないんですけども、童顔といえば童顔なところも。なんですかね、まあ、私の母も40代の時にいつも20代に見られてたのよって自慢はされるので、やっぱりその童顔っていうのもありますし、多分肌質っていうのもちょっとあるかもわからないですね。なんか、はい、そのお話伺うとね、はい、その、まあ、お肌のことであったり、はいはい、転職、はいはいはい、コーリングっていうじゃないですか、はいはい、なんかイギリス留学を、ね、はいはい、まあ、諦めるところまで行かなくても出会ってしまって、はいはい、スカウトされて、はい、向いてます、お仕事。そうですね、もともと私、まあ、ちょっともうちょっと前に戻るとですね、美容師やってたんですよね。髪の毛切る方ですね、はいはいはい、の、まあ、見習いを何年ぐらいですかね、5年近く、5年目ぐらいまで、21歳ぐらいまでやっていて、うん、でそのあれでイギリスっていうのも向こうでその仕事をしたくて、うん、はい、留学考えてたんですよね。で、はい、なんならベラベラになっちゃうわけで。そうですね、英語圏に行って、ね、でちょうど盛んだったので美容が、はい、二十歳の頃に母に成人祝いでニューヨークに連れて行ってもらって、まあ、はい、なんという素敵なお母さんのご家庭なんでしょう、はい、いやもうそれまではまあ、すごい変な話、子供の時から母もずっと働いてきた人だったので、思い出がなかったんですよね。なるほど。旅行に行った記憶もないですね、家族旅行とか、うん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 、なるほどね。一旦コマーシャル行きましょうね。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。はい、嘘のような本当のはということでね、私、パーソナリティ土井秀人が、スペシャルゲストね、美和子さんをお迎えしてお届け中でございますが、いや本当に、ね、はい、いい出会い、人生をね、はい、素敵ですね。いや、本当に昔ですね、コマーシャルでちょっとメーカーさん、うる覚えなんですけど、物より思い出プライスレスっていう、覚えてます？あります、覚えてます、昭和の方たちは分かると思うんですけど、昭和世代、本当に、はいはい、ね、で、うん、それをきっかけにやっぱりその本当は旅をたくさんしたかったんですけど、うん、でいろんなたくさん出会いが欲しくて、海外に行くことをずっともう小さい時から思ってたんですよね。でただうち両親がもうずっと共働きで本当忙しくて、うん、母曰く私を育てた記憶がないって言うんですよね。育ってた、そうそうそう、それくらい多分同じ一緒に共有した時間が少なかったんですよね。だからまあ物より思い出、うん、
プライスレスっていうのがすごく私の中でキャッチーで、本当にキャッチーで、あの当時の、はい、で、あの初めて成人の時に母におねだりしたのがニューヨーク行きたいって言ったんですよね。行ったことなかったのと、まあ、あの美容師でね、ちょっと当時あのニューヨークかイギリスって思ってたんで、まずニューヨーク見てみようと思って、はい、で実際にあのマンハッタンブリッジを、はいはい、行きましたね。イエローキャブで上がったわけですね、はいはい、ちょうどクリスマスシーズンだったんで、うわ、またそれは寒いけど、はいはい、ね、はい、ね、じゃあ美和子さんはそういう思い出作りを、はい、なんか自らなんか手繰り寄せてきたような、うん、あ、そうです ね, ね、そうですね。もう小学生の時もあのクラス全員、あの私引っ越し20回ぐらい実はしてまして、はい、うそーって感じですね、はい、もう、はい、あの小学校も3回転校して、中学校も2回転校してとか、はい、本当に引っ越しが多かったんですね。で大人になってからもあの、まあ、海外生活も含め20か22、3回ぐらいは多分引っ越しをしてるんじゃないかなっていう。なので本当に出会いが本当に多かったと思います。あの、はい、ね、はい、あの なんて言うんでしょうね、人間不信じゃないんですけど、はい、出会う方、出会う方、はい、最高ってわけにもいかなかったりするじゃないですか、人間関係って。あ、でも受け入れて来られたわけですか、はいはいはい、そうですね。なんかこう、まあ、変な話、こう敵視するような相手も、私の中では嫌いになることはなかったですね。あ、嫌いも好きの裏返しじゃないですけど、はい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 、クラス全員こうお友達とかそういう感じでしたね、小さい時から、はい、なので海外行ってからも大人になってからも、なんかこう皆さん初めましてなんですけど、いやもう久しぶりに会ったねぐらいの感じで、なんかどうもこんにちはみたいな、そういう感じですよね。あの今回も久しぶり20年、ね、近くぶりに沖縄堪能しましたけど、はい、もうなんか、あ、もう久しぶりです皆さんみたいな、そんな気持ちで、はい、いますね。素敵です ね,、はい、ね、いやそんなあのね素敵な美和子さんが、まあね、素敵な旦那様とも出会われて、はい、あ、そうです ね, ね、こうして社交的な男の子ちゃんが、はいはい、ご一緒に来られて素敵ですね、はい、やっぱりそのなかなかやっぱりその私も10どうですかね、30ぐらいに、まあ、あのいろいろ断捨離をしまして、うん、あのもうあのいろんな方とお付き合いするのもちょっとやめようと、うん、あのま、昔から、まあ、そんな嘘っていうぐらい多かったんですか。いや実はそんなに多くないんですよ、もう本当片手で足りるぐらいなんですけど、あのあびっくりした、同時にってことじゃないですね。あ、じゃないじゃないじゃないですじゃないです。で、嘘のような本当のお話だらけで、私もびっくり仰天にしておりますけれども、あの業界ではクリビツ天魚って言ってね、びっくり仰天なんて言ったりするね、美和子さんがあのそんな言葉は使われてないと思うんですけども、本当に驚きの、人生をお送りになっていらっしゃって、で、まあね、先ほどね、はい、素敵な出会いの究極がもちろんね、旦那様との、お子さんとの出会いであり、はい、もう一つ忘れちゃならない、美容だけじゃなくてそのね、はい、健康も含めて、はい、ドクタースイスボトルに 4年ぐらい経たれるんでした、経つんですか、出会ってから、ね、そうですね、もうあの使ってそうですね、母からの、うん、母から始まって4年ぐらいですね、うん、そうこう、うん、今感動のね、叫びが聞こえてきますけれども、頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に、 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。 はい、嘘のような本当のはということね、お届けしてますけども、はい、素敵なね出会いをね、重ねてこられた美和子さんをお迎えしてるんですが、はい、ね、あのやっぱり美と健康という意味では4年ぐらいですか、はい、前にね、水素ボトルに出会われたと、そうですね、うん、はい、水素ボトルに出会ったの、まあ、母がきっかけもありましたし、そうですね、もう今は兄弟、弟がいるんですけど、兄弟も2台ぐらい使ってますし、うん、私の17歳年下の
その旦那さんも、うん、もうあの甲子園時代から愛用してて、私もあの家にもうなんか何台あるんでしょうっていうぐらいあれちょっと待ってくださいね、もう8台ぐらいあるのかな、ちょっと分かんないんですけど母も含めそれぞれトル並みです。そうなんですね、それぞれ2台ずつ持ってたりとか、もう本当にはい、それぐらい愛用してますね。何が変わります、もうピンポイントでっていうか、どういう変化がありました。ですね、これは健康な人、不健康な人、例えばあの本当に体で困ってるご病気の方とか全く関係なく、まず髪の毛の伸びが早いです。そうですね、早いですね、早いですよね、爪も早いです。爪も早いです。3日に1回は切ってますね私。爪も早いですかね、はい、あ、そうか、私はおっさんだからあれかな。いやいや、僕爪早いですよ、はい、すごく。あの本当にあの白いところをなくして切る方は分かると思うんですけど、そうそう、3日に1回切りたくなります。これはあの家族みんな共通してますね。久々にやりましょうか、はい、うそ髪の毛と爪がっていうぐらい、はい、まず、まあ、変化感じますよね。感じます。他には他にはあとですね、あ、まずあの一番多分体感しやすいのは、吸い出して3日とか1週間以内に多分目覚めが本当に良くなりますね。特にあのパソコンとかよく使われてる方とか目を酷使してる方は分かりやすいんじゃないかと思うんですけど、あの吸って15分か30分ぐらいであの目がクリアになりますね、視力が。運転されてる方とか、あの、はい、分かりやすいと思います。はい、おーおーおー、いや、この前の糸数さんもおっしゃってましたよね。おーねー、目はね、僕も老眼乱視なくなってるしね、うん、あーですね、うん、そうそうそう、うん、そうですね、私はだから一番はあのびっくりしたのは階段を駆け上っても息切れしないってい う, こうアスリートになった気持ちですごい、まあ、だから20歳前に戻った感じですよね。喘息をお持ちだったわけですよね。はい、持ってます。今も持ってるらしいですね、うん、はい、けどやっぱりあんま感じなくなった。全く感じないですね。肺とか弱かったはずなのにっていう、はい、そうですね、すごいですね、はい、まあ、あと友人の話で言うと、あの、まあ、女性特有なんですけど、あの毎月月のものが来ますよね、はい、あの生理が来た時に痛みを感じなくなりましたね。これはもう皆さん共通してます。よく言われます。なんでひどかったのにってね、はい、大体来る直前に、あ、そろそろ来るなっていうシクシク感がお腹に来るんですけど、それが分からず来ちゃうんで、あれ来ちゃった、あ、どうしようっていう人が多いですね。私も含め、私も女性だった頃にね、はい、冗談ですけど、それこそテレビコマーシャルで、はい、痛みをね、やる薬のコマーシャルとかやってるじゃないですか、はいはいはい、あのそういった女性のね、はい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 、本当に私もちょっとそれはあの本当うっそうだったんですけど、本当にそうだったので、あとはもう本当にあの悩んでる台湾の友人なんかは、1年に一度も月のものが来ない、で子供を作りたくても来ない、うん、でどうしようって言って漢方を飲み続けて、やっと3ヶ月に1回来るかなっていうあの友人がいるんですけど、彼女はこの水素に出会ってからもう本当に毎月当たり前のように来て、しかも本当に重症だったんですよね。月のものは来るともう嘔吐したりとか、もう起き上がれないっていう状態ですね。痛みも、はい、痛みもひどくて嘔吐もひどくて、よく彼女も海外こういろいろ飛行機飛んでるので空港でよく倒れてたっていうんですよね。もう、はい、なのでうちに来た時も倒れた時にたまたま私のところに水素があったんで、とりあえず吸ったらって言ってポッと渡したのが1時間後に、ミヤちゃんこれ何何って飛び起きて、さっきまであれ死んでた人があれどうしたんだろうっていう状態で飛び起きて、何これ私なんか飛び跳ねられるんだけど、どういうことこれはっていうので、そのままあの買って帰りましたね。なんか国にお帰りになりましたね。はい、お若い方ですか。あ、私と2つ下ぐらいの、はい、じゃあね、そういったほら、ね、補助さんよくね、はい、言うんですけども、その元の機能は、はいはい、人間持ってる本来、 ね、そこに、はい、戻った感じなんですかね。 そうです、その女性もね、うん、本来ね、あるべき、うん、状態に戻っていくっていうだけのことなんで、うん、直してるわけじゃないんですよね、水槽がね、うんうん、
だなんか宇宙飛行士の方はなんか20歳の、ね、宇宙飛行士の方が例えば1年宇宙、あの宇宙の月に行って戻って1年後に戻ってきたら、うん、40歳の体になってボロボロになって帰ってくるっていうのを伺ったことがあって、で当時はその皆さん病院に入るんですよね、まず戻ってきてからリハビリを、ね、そうですね、で帰ってきて、でその後にもうすぐにあの水素治療に入るっていうのは昔よく聞いてたんですよね。だから医療的には本当に、ね、そうね、宇宙船とかで酸化するんでしょうね、体がね。なるほど、あだからそれを酸化したものを戻すのは水素の役割。あなるほどですね、なるほど、いやもう本当に、はい、すごいですね、はい、私はそれを、まあね、よくよく知ってたので、まあ、そこからちょっとこれあの話長くすごい長くなりそうなんですけど、ねえ美穂子さん、子供を作るにあたって、うん、本当に水素が大活躍してくれたんですよね、うん、はい、ご自身、はい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 、すごくこう簡潔に難しいかもしれないですけど、はい、どういう大活躍になったんですか。あと何分話していいんですかね。うん、そうだな、今日、まあ、特別サービスで8分ぐらいはあるかなって感じみたいですよ。はい、あ本当ですか。いやですね、当時私、もうこれはあの結婚産む前に私体外受精っていうのをやってみたくてですね、決めてたんですよね。で、まあ、偶然にも、17歳も年下の、若い旦那さんをいただくことになったんですけど、あの子供がやっぱり欲しいって言われたので、私も年齢が当時37とか8とか多分そのぐらいだったんですよね。でもうもともとパートナーができる前から決めてたので、うん、もう自然妊娠ではなくて体外受精をっていうのを決めて、まず病院に行ったんですよね。でその場で卵をまず、体外受精ご存知ですか。不勉強で恐縮です。でも、まあ、イメージ的には分かります。はい、分かりますか。はい、で私が住んでた台湾という国は世界でもトップレベル その技術を持ってるお医者さんがいらっしゃってたくさん、はい、で体外受精は詳しく知ってはいたんですけど、日本にそれほどまでの技術があるか分からなかったので、まあ、まず病院に行っていろいろ調べてもらったら、やっぱり私の体ではだいたいね、なんか何割だったかな、 0.8% ぐらいしか卵を授かれないって言われたんですよね、そもそもが。卵をこう作ることもできないだろうって言われてたんですよね。 0.8%、はい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 、1割ないんですよね。でそんな中、まあとりあえずやってみましょうっていうことで、最初まあすぐに1ヶ月後ぐらいに卵を取り出そうっていう話をしてたんですけど、いやちょっと待てよと、台湾の向こうの国では友人たちはだいたい半年から1年かけて自分の体をまず整えるっていうことで、サプリメントを飲んだりとか運動したりとか体を温めるとかいろんなことをして体をフルにこうミトコンドリアでしたっけね、体の中 の若い細胞を蘇らせることをするんですよね。努力をした後に卵を取り出すっていうことをするんですけど、なので私もよしじゃあ半年やってみようっていうことで、半年間ひたすら水素を吸う、もうそれだけをやりましたね。ひたすら水素をする、まあ、たまたま手元にあったっていうのと、これが本当に私の中で信頼が一番高かったので、体の血行を良くしてホルモンを出して子宮の中のミトコンドリアを増やし、もうとにかく、はい、お医者さんに勧められるサプリも一応飲んだんですけど、それも相乗効果でなるということで、ひたすら半年間水素で、はい、頑張りました。その結果ちょっとありえないことが起こりまして、一緒にやりましょう、せーの、はい、うそー本当に本当に面白いです ね本当にすごいことが、はい、たった一つも取れないって言われてたのがなんと5つ取れたんですよね。しかもその後に体外受精っていうので卵を取り出した後に旦那さんのものと受精卵を受精させて卵を作らなきゃいけないんですよね。それが受精することもほぼほぼ不可能だったんですけど、5つ中4つも受精したんですよね。4つ受精して凍結させたんですね。はい、保存することができました。もうしかもクオリティは20代並みの卵だったんですよね。はい、当時私多分38歳とかですかね。すごいね、はい、
ありえないですよね。もう一回。嘘。で、そうなんですよ。本当にその後、ね、私調子に乗りまして、いやいや乗りますよ、ね、本当に、はい、調子に乗りましてもう一度体外受精しました。その時にも取れたのが、まあ期間は1ヶ月間っていう期間だったんですけど、すごく一番クオリティの高い卵が一つ取れますね。はい。その結晶が、はい、いや実は本当にそこからまた水槽にお世話になって、はい、まずその移植するまでに体を整えなきゃいけないので子宮を整えるために水槽をまた半年間吸って、はい、その半年後春に移植をしました。そしたらはい、今先ほど大泣きをしていた喋ってましたからね、喋、はい、ってましたねもう僕に喋らせろと、まだ、はい、ちなみにね、はい、放送お聞きの皆さん、はい、分からないと思うのでちょっと解説しました。はい、まだ1歳になってないんですね。ないですね。喋、ね、はい、ってましたよ、立派に、はい、すごいですね本当ね、はい、いや努力ももちろんね、はい、されたことと思いますけど、はい、うわ、いや本当にもうこれは本当にたくさん私が今回ねこのラジオのお話をね、いただいた時に、なんかこれが私がね本当にこれをするためにもしかしたらこれを皆さんに勇気を伝えるために子供が欲しいっていう方の勇気を伝えるためにきっとこの体外受精とこの水素の出会いと全てこの愛の結晶が誕生したことと皆さんに何かこう一つでも、はい、希望を持っていただけたらなと思ってこの今回ちょっと、はい、お話しした、ね、感謝を込めてお話ししたかったですね。泣きそうになってきちゃった、はい、なかなか、ね、はい、痛みかゆみね辛さってありますけど、はい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 、こんなキラキラした表情でね、はい、20歳の顔で持ってしてですよ、はい、あんな素敵なね男の子があってもなんていうのやっぱり勇気本当におっしゃったね、はいはい、お言葉をお借りしますと、はい、諦めないで、はい、ね、そうですね、うん、やっぱりね諦めないでほしいですね。私38からスタートしたんで、まあ、48か、まあ、欲を言えば50過ぎまで何人もあと 4,5 人は子供をちょっと授かれたらなと思ってます。はい最後にちょっとうそね いけそうですねでもね実際いや本当にもう本当にあと出産の時の話とかも水素にお世話になったことまたいつかちょっとお話しさせていただけたらなと、はい、こんだけ細いのにめちゃくちゃ元気だからね、はい、何しろね、いや本当に産後が一番大変なんでまたその話もはい本当に美を追求した、はい、お話になると思います。ありがたい、はい、ありがたい、はい、本当にね素晴らしいねそのような本当の本当のお話をね、はい、モデルテレビコマーシャルねご活躍中の宮子さんとねちょっと今回北条さんも出番がないぐらい、あすいませんもういっぱい喋らせてもらって、ね、自分の感想をね語ってもらうのが一番嬉しい、ね、いや本当に感謝してます、ね、世の中で困ってたりね辛かったり、はい、やっぱり夢を実現、ね、うん、する前に諦めたりという方も多いと思うんです。そうですね、でも、はい、今日のね宮本さんの実際に私のお子さんとこう、うん、手で触れ合って、はい、楽しませてもらいました、はい、ね、はい、実際こうして 0.8% これこそね、はい、諦めちゃいますよね普通なら。いや本当に諦めると思います、ね、すごい、はい、素晴らしいお話でした、ね、またいつか本当に、はい、息子さんが喋れるようになった時に、はい、ぜひ番組に出ていただいてですね大長寿番組になってしまう上から下までね、いやもう今、はいはい、でぜひご出演いただきたいと思ってます。はい、今日はね東京からはるばる、モデルの宮子さんそれからね、ドクター水素ボトルの北条さんをお迎えしてお送りしました。今週も皆さんありがとうございました。ありがとうございました。